トミーナイファー慣れましたってだいぶ慣れたし、乗り換えもあのスムーズに行けるようになりました。電車の乗り換えだいぶ分かってきた東京の電車系だいぶ分かってきました。え、展示パネル落選だった？え、落選の方多い。今のところ落選当たったって方聞かないかも。そっか、倍率あれなんかな、当たりにくいんかな。こんばんは、たくあんさん、たやき、鈴鹿さん、たやき、初見さん、超サラピ大好きボーイさん、初見さん、ありがとう。ひしりんさん、たやき、りんくん、たやき、ひーくん、ハート3連ありがとう。やば、ちょっと待って、切ってなかったテレビ。りんくん、たやき、ありがとう。ひーくん、ハート3連何人さん、たやき、ありがとう。せやん、たやき、ありがとう。痛かったね、スイカもあってもうピッピッピッってやりながら通ってます、改札。そう、乗り換え、でもやっぱ Google マップがあったら生きていけるわ生きていけるかも。この前にリビアクしてからまた握手、え、したいね。ね、グループ握手会で握手にぎにぎできて嬉しかった。私もしたいね。愛媛でしようよ。すねちゃん、たやき、ありがとう。もりもりさん、たやき、ありがとう。パッチョさん、ハート、ありがとう。クックさん、たやき、ひらにハートさん、たやき、やすさん、たやき、えちんさん、ハート、ありがとう。超サラピ大好きボーイさん、たやき、ありがとう。あ、1名しか当たらんの。え、そうなん、そうなん、なんだね。そういうことか、それは倍率すごいわ。おつにゃん、定期、やちにさん、だるまさん、つねちゃん、ハート、ありがとう、ありがとう。りなちゃん、たやき、ありがとう。え、 Google マップないと移動できんよね。わかる、私ももう Google マップに頼りっきりの毎日です、ほんまに。 Google マップないと私も移動できない。こんばんは、恋さん、結婚してありがとう。流氷太郎さん、結婚してありがとう。こんばんは。そうだ、え、スイカめっちゃ便利。あ、待って、傘忘れた。待って、傘忘れた今日今日さ、なんかさ、え、でも結局雨降らんかったわ。なんかさ、窓から見た景色がさ、なんか曇り空だったけんさ、あれ今日雨降るんかなと思って、あの天気予報調べたら雨マークだったんですよ。だから、あ、雨降るんだと思ってさ、傘をさ持って行ったんですけど、稽古場にも捨ててきちゃったわ。今思い出した、忘れたことも。さくさん、定期、ありがとう。ずきちゃん、定期、ありがとう。お、27日待ちに、え、ありがとう、嬉しい。嬉しい、初日？初日だね。嬉しい。関西のまきさん、待機、ありがとう。めっちゃ便利。かまねぽさん、待機。かずくん、待機。かまねぽさん、かわいい。やすいさん、待機、ありがとう。え、明日雨なの？マジ？明日、え？嘘でしょ？明日、やってしまった。どうしようか。マジで？これから雨降るん？え？ほんまに？やってしまった。じゃあ、どうしよう。どうしよう。待って、どうしよう。傘もう一個買うのは、ちょっとあまりにももったいない。え、ホテル借りれるんかな？ホテル借りれる？貸してくれるとかないか。ホテル雨、傘貸し出しないよね。これから雨降るの？え、じゃあ今日雨降らなく、そう、結局雨降ると思って傘持ってって、行きも帰りも降らなかったんですよ。だからもうめっちゃ忘れてた、傘。ひろっちさん、白い花ありがとう。けんよんさん、たやき、ありがとう。
みなちゃんハートありがとう、みきお先生さんたやきありがとう、あ、初任佑くん TikTok 見たよ、嬉しい、ありがとう、見てね、たくさん TikTok、 TY さんたやきありがとう、そう、え、 90% って結構じゃん、結構結構じゃない、キヨンさんたやきありがとう、宿による、いや、まあそうだよね、え、もう取りに行けないよ、今からは今からは取りに行けないよ、そんなに雨降るん、全国的に、もうやってしまった、マジで、え、やらかしてる、やらかしてる、本当に大雨警報、そんなに不要不急の外出、え、そんなに雨降るん明日、マジ、そんな雨なの、なおさんたやきありがとう、タクシーね、タクシーか、割とね歩くんですよね、そう、傘必要なんですよね、割と歩くんです、そのお稽古場まで、駅までもだし、やってるわ、やっちゃった、本当に、超サイベ大好きボイさんハートありがとう、岡藤さんハートありがとう、え、金土日月雨、めっちゃ雨だね、梅雨かな、梅雨、でも今年さ梅雨遅いよね、あ、でも7月からかな、梅雨って、もうそろそろ梅雨来そう、 M さんたやきありがとう、超香水だ、マジ？うっかりあずみんこれはうっかりあずみんすぎる、ちょっと、赤ちゃん白い花ありがとう、傘送ろうかプレゼントでって、いやもう届かん届かんのよそんな、赤ちゃんたやきありがとう、ゆいちくん、たやき、りんくん、たやきありがとう、雨も滴る、いい女、いやもうね、でもそんなに豪雨なら滴るどころじゃないよね、多分雨、濡れみんになる、濡れみん、濡れみんすぎる、あ、岡山20日から梅雨んの、そうなんだ、梅雨だもんね、季節はもう、あつしさん、レインボースターありがとう、関さんハートありがとう、暗くなったちょっと心が暗くなった、一応聞いてみよう、フロントで傘って借りれるんですかねって言って、聞いてみよう、日の光さん白い花ありがとう、じゃあサラピボーイさん白い花ありがとう、恋さんハートありがとう、傘届けてほしいぐらい、こんなやりやりた認知症やなって、え、したい認知、うん、覚えたいです、濡れみん、ずぶ濡れみん、いやそんぐらいだよね絶対、連泊なら傘くらい貸してくれかな、言ってみよう聞いてみよう、傘買いたくはないな、買った、しかも今日のあの忘れてきた傘もさ買っちゃったんだよね、そういえばと思って、東京で雨降ったらどうしようと思って、あのね、桜坂さんのドームの帰り道に雨がちょっと降ったんですよ、
だからその時に、あ、雨降ってると思って帰りのコンビニで買ったんですよ。で一応持っとこうと思って、東京で雨降ったね、一応持っとこうって言って、ほんまにこの前買った傘だからちょっとね、追加で買いたくないし、持って帰る時にね傘2本になっちゃうから、できれば買いたくないんですが、聞いてみようホテル、マジでやってる、マジでやってる。ジオカレさん可愛い、ありがとう。今日持ってかなくてもよかったね。これはタケさん、たい焼きありがとう。台湾ジアンシューさん可愛い、ありがとう。こんばんはみんなで傘になるみんなが私の傘になってくれるの？なってじゃあ、みんなが傘になってなってください。妙高茶お疲れ、ありがとう。伊勢丹、私伊勢丹行ってみたいんですよ。伊勢丹行ってみたいの。伊勢丹って何が売ってるの？伊勢丹と成城石井行ってみたい。成城石井なんか聞く、伊勢丹と成城石井って東京にしかないイメージ、東京にしかないよね。普通にあれかな、食べ物屋さんなんかな。くるくるも買ったんって。傘はね、くるくると、あの電車分かれてから買ったので、くるくるは買ってるか分かんない、私一人で買った。傘、こんばんは。まえちゃん手焼きありがとう。新宿にあるんだ伊勢丹って。今めきちゃんたい焼き、まいちゃんたい焼きありがとう。あ、デパートなの？デパートなんだ。成城石お買い物、そうなの？成城石、石か。あ、もうスーパーなんだ。スーパーなんだね。なんかね、名前だけ聞いて、聞いたことあるから気になる。伊勢丹と成城石井。え、広島駅にできるの？そうなん、新しくなって。マジか、そうなんだ。あ、ちょっといいお高めのスーパーってことね。カイトさん、たい焼きありがとう。リンくん、たい焼きありがとう。夢めきさん、だるまさんありがとう。ありがとう。キヨン、たい焼きありがとう。ヒゲジーシーちゃん先生、たい焼きありがとう。初見さん、マリンさん、ハートありがとう。なんかさ、夜ご飯とか、そのホテル暮らし、ずっとずっと夜ご飯コンビニと、コンビニとかになるから、そらはさんに近くにスーパーがあったらスーパーで惣菜買うのおすすめだよって教えてもらって、スーパーあったら行ってみようと思いながら、ないんですよね、あんまりこの近く、今泊まってるホテルの近く、スーパーらしきものが近くになくって、なんか最寄りの駅とホテルの中間地点にあるのがコンビニだから、まだね、今コンビニでご飯ずっと買っちゃってる。そう、じゃあなんかそういうの気になるな。成城石井とか行ってみたいけどな、遠そうだな。見てみたい、どんな感じなのか。一気さん、たい焼きありがとう。タンタンさん、たい焼きありがとう。ゴリエロさん、ググかわいいもん、ありがとう。オンラインそろそろ行こうかな。来てよ、
てか当分お話さできてないしさ会ってないからさ会いたいよ。今再販中だからゲットできちゃうよ。直近でお話できるのが7月7日です。来てよ、5時間目がおすすめ。来てよ、こんばんは。え、パルコ見たよツイート。いいな、行きたい。私もパルコ行きたいな。行きたかったパルコ。つんちゃんたやきありがとう。ゆめめきさんハートありがとう。ウーバーね、ウーバーもしてないな、まだしてないですね。デパ地下ね。ゆめめきさんハートありがとう。ゴリヒロさん音符、エヌナエクスクエさんたやきありがとう。スーパーあるんかな、私がさ見てないだけなんかな。でもさ、みやスーパーらしきものはないんですよね。見当たらないスーパーらしきものが、うん、東京ってスーパーないのかなって思うぐらいスーパーらしきものが、私が想像してるスーパーじゃないのかな。東京のスーパーは、スーパーってある？ある？私が通ってる場所にないだけなのかな。え、なさくさくらさんハートありがとう。この間ゼミ年が楽しそうだった時、広島少し申し込んでみた。え、嬉しい嬉しい、楽しいよ。嬉しい、ありがとう。話したい。ラッカーさんたやき、ケイオンさんたやきありがとう。え、南口も見てみたいのね。千穂さんも今日なんかポストしてた、広島駅の南口そんなに変わってるの？なんか浦島太郎みたいな気分になりそう、広島駅と、あの舞台終わって広島帰ったらさ、浦島太郎みたいな気分になりそうです。そうそう、結婚行列センターって、やだ。結婚行列、確かに腕はなまってきてるけど、心の準備ができてないかも。え、見ました、クラ、これクラッシュ、クラッシュさん、クラッシュさん読み方がさ、クラッシュさん見た。でも昨日私も動画見た、あの愛の重さを分析してくださってる動画ね。私のさ、キャプテンのことにも触れてくださっててありがたい、嬉しいと思って。クラスさん、なん、クラスさんか、クラスさん、こんばんは。あー、わかりにくい、あれかな、広島で見る、よく見るようなスーパーの名前じゃないからわかんないのかな、これがスーパーって。なんて言うんだろう、もう私の中のスーパーは、私の中のスーパーはユアーズとか、ユアーズとか、あと何、スーパーってむずいね、言われたら。ユアーズとか、ユアーズしか出てこないわ、私が知ってるスーパー。イオン、イオンもスーパー、富士もスーパーだね、富士もスーパーか、とかしかわかんない、とかばっかり。あー、泉フレストとかハローズ、確かに、とかだ、とか、うん、だからあれかも、そうかも、
聞いたことない名前だからスーパーって分かんないのかな。ただ単にせやん結婚してありがとう。にゃんきちさん、たい焼きありがとう。こんばんは。え、推しメン600日。え、マジすごい、嬉しい嬉しい嬉しい。推しメン登録ずっとしてくれてるの嬉しい。600ってことは300、すごい。1年とちょっとか、1年とちょっとちょっと、1年とかなりぐらい1年とかなりぐらい嬉しい、ありがとう。2年目指そう、2年、推しメン2年、推しメン2年行こう。早くリアくんハートありがとう、シミコーさんハートありがとう、ジェリー26さんハートありがとう、こんばんは。まえちゃんたやきありがとう。みー HK さんたやきありがとう。ゴリヒロさん音符ありがとう。マイバスケット、マイバスケットがあるのかな、東京。マイバスケット聞いたことない。ハローズマックスバリューとか、それそういうのを聞いたことあるわ。ヤスさんハートありがとう。この辺はないのか、東京に。え、東京のスーパーだとサミットとかオーケーとか、え、わかんないわわかんないわ。じゃ全然違うんだね、やっぱり地方だから。ゴリヒロさんたやきありがとう。確かにグーグルで調べてみよう。ヘンダーソンさんたやきありがとう。バンジャラモンスターズハート3連ありがとう。りょうくんたやき、ちずこちゃんたやき、 OKB さんたやきありがとう。OKB さんマシュマロありがとう。ペイマンさんハートありがとう。あるんかな、検索したら。言うてこの近辺なんか全然お散歩してないんですよね、あんまり。お散歩してないから、もしかしたらちょっと歩いたらあるんかもしれん、スーパーこの近辺も。ティワさんググありがとう。今日はあのメールにも書いたんですけど、どん兵衛、関東の出汁が違うからどん兵衛を食べたいなと思って、コンビニでどん兵衛を、どん兵衛買いに行こうと思って、食べようと思ってコンビニ入ったらどん兵衛売り切れてたんです。うーん、今日食べたいものがない日が多いかも、ないこと多いかもしれん。お昼も稽古行く前にご飯ご飯と思って急いで買ったローソンか入って唐揚げくん買ったんですけど、唐揚げくんもチーズ食べたいなと思って唐揚げくん買おうとしたらチーズなくってレギュラーにして、今日もどん兵衛食べたいなと思ってどん兵衛買いに行ったら売り切れで、あとゆで卵も食べたいなと思ってゆで卵コーナー見てたら全部売り切れだったんですよ、ゆで卵全部。なんかね2種類あってゆで卵、とろっとし、とろっとしたゆで卵かただのゆで卵かみたいな感じ2種類あるんですけど、2種類とも売り切れだったんですよ、ゆで卵。そんなに大人気なのゆで卵と思って、今日だから食べたいものに会えない日かもしれない。なかなか。そう、唐揚げくんのねレッドはね食べれないの、ちょっと辛くて、ちょっと辛くて食べれないの。ムネストップのソフトクリーム、え、
ミニストップのソフトクリーム食べたこの前、美味しかったミニストップのソフトクリーム。うん、どんぶ売り切れてた。言うてる間に小やり、え、そう、もうちょっとで明日は、今日もね投資をしたんですけど、明日はなんかワイヤレスマイクみたいなののあのを調整したりするの。マイクつけて、マイクを調整つけて、あのサイズ確認みたいなフィッティングする日。なんです、なんです、なんです。初見さん、タカさん、ハートありがとう。りなちゃん、ハートありがとう。マムルスイーさん、定期ありがとう。初見さん、プロテクティブさん、初見さん、タコちゃん、ありがとう。ねえ、そう、ゆで卵、そう、半熟も片ゆでも両方なかったの。うん、悲しかった。え、東京カール売ってないね。それもさ、らしいですね最近。あ、8月11日浴衣祭り申し込んだよ。ありがとう山さん、ありがとう、嬉しい。もりもりさん、たい焼きありがとう。そう、いや、ミニストップはね、東京でお仕事行った時に食べた。広島であんまり見ないかも、ミニストップ。みょうこうちゃん、たい焼きありがとう。そう、美味しかった。あずみんってカレーも甘口？もう甘口、甘く、甘、甘口甘口って言っちゃった。甘口いや、甘口っていうか中辛ですね。中辛、甘口でも辛口食べれない、絶対甘いか中がいいですね。物によって中辛でも結構辛いのあるから、安全なのは甘口を食べることです。傘といい、なかなかな日ですね。え、本当にね、なんかなかなかな日でした。今日は、今日なんか体も重たい日で、そういう日だったのかな。なんか体も重たかった、今日重たい日だった。しんさん、バラありがとう。ゆずきつさん、たやきありがとう。しんさん、だるまさん、ありがとう。え、明日めっちゃ重要な仕事あるのに雨で泣いてるって、それは泣いちゃう、泣いちゃう。雨ってだけでもね、ちょっと憂鬱になっちゃうのに、それは泣いちゃうわ。あずみんの握手会、お話し会対応は甘口辛口？甘口です甘口です。辛口がいい？辛口あずみんがいい？みーHKさん、たい焼きありがとう。あ、気圧が下がってる。気圧の問題なんかな。体重たかった、すごく。こんばんは。りなちゃん、たい焼きありがとう。頭痛はね大丈夫。うん、頭痛は割と大丈夫な人です。確かに湿気ありと疲れちゃう。え、それはね、わかる。なんかね、なんかの日めっちゃ湿気すごくって、何の日だったっけな、いつだっけ、いつかのお仕事の日、あ、オールナイトフジコの日だ。あの日湿気すごかった、すごいイメージある。足はね大丈夫、今日はね痛くなかった足。
大丈夫。交番は気圧でもありそう。へえ、明日雨やだな。ビーガスさん、たやきありがとう。こんばんは。明日雨やだな。え、明日も明後日も雨？ずっと雨？もしかして結構雨続くのかな。徳島のひーくん、たやきありがとう。明日だけ雨？東京。明後日は晴れるんだ。そっか。雨を受ける究極の方、タクシーになる。え、で、ね、でもさ、タクシーさ結構かかるよね。そりゃそっか。なんかびっくりした。結構かかるよね、お金。東京で乗ってこの前、あ、思ってた以上にかかるんだと思って。そう、電車やなってなった。あと床頑張れば、ズメ英会頑張ろうって。え、嬉しい。私も頑張るね。楽しみだね、幕張頑張ろう一緒に。東京観光ね、言うてね、できてないよね。言うてできてないの。全然私もね、したい。観光まではできなくても、行きたい場所が何個かあるから、そこは行っときたいなーと思うけど。もうね、本番までお休みないから、合間時間塗って行けそうだったら行きたいなと思う。ケースティンさん、たい焼きありがとう。りなちゃん、ハートありがとう。ケースティンさん、だるまさんありがとう。かなとしさん、ハートありがとう。体育座り大好き。え、広島安いの特使。いや、安くないけど、なんかね、多分行動範囲がタクシー使うとき、遠くても広島駅とかなんですよ。広島駅まで、例えばキャリー持って広島駅まで行かなきゃいけないとか、新幹線で移動するときに広島駅までタクシー使うとかの距離感だったら、1000円、2000円は絶対かかんないから、その感覚で。この前なんか東京でタクシー乗ったら、へっっていうような金額いっちゃって、うん、まあでも距離感かな、まあ、どうなんだろう、わかんない。タクシー自体違うのかな、広島と東京だと。こんばんは。あ、アルバムタイプ B 買ったら初めの写真入ってた。え、嬉しい嬉しい。レスイート、もんじゃ食べてない、食べてないですね。前東京来た時には食べた、マネージャーさんと。でも今一人で来てては食べてない。でも距離かな、まあ距離は確かに、距離はありそう。
よっくん初見さん、ありがとう。あじめちゃんの歌声聞いて好きになりました。え、嬉しい、本当に嬉しい嬉しい嬉しい。かなてさん、ハートありがとう。かぎさん、たやきありがとう。キュン、たい焼き、ケイセチさん、だるまさん、ありがとう。カイトさん、マシュマロ、ありがとう。ひねひかりさん、たい焼き、ありがとう。目の覚めるの面白い小話一つえないよ小話。私も眠たくなってきちゃった。今日めっちゃ眠たい日。小話なんかあったかな、最近の話。へー、最近あった話、小話、めっちゃ小話だけどめっちゃ小話だけど、なんか最近お仕事の時に着替え袋みたいなの、私服を着替える時に、衣装に着替えた時に着てた私服を入れる私服袋っていうのがあるんですよ、用意されてて。その私服袋にその袋が誰か分かるように岡田とかっていうなんかこうシールがね、私服袋にベカって貼ってあるんです。でその自分のシールが貼ってある私服袋の中に自分が着てた私服をこう入れて衣装に着替えたりするんですけど、この前のオールナイトフジコの時にの撮影終わって、よし着替えようってなって、でも人がバーって結構こうバーってなってたから、ちょっと離れた場所に荷物だけギュッて全部持って、ちょっと離れた場所で着替えようと思って荷物だけギュッて取って、そのこの着替え場所からちょっと出たんですよね。そしたらなんか足に違和感あるなと思って膝パッて見たら、その着替え袋の岡田シールが膝についてて絶対つきっこないんですよ、こんな場所に絶対つきっこないのにシールがついてて、そうマネージャーさんに写真撮られました何これっつって、でサイアンさんにもおちょこちょやずみんだって言って言われて、マネージャーさんに写真撮られて、でどこにもどこに出す どこに出せるか分からんような写真だねって言いながらそう岡田シールつけて歩いてたの。分かんないどうついたのか、私もいつついたんかも分からんくって、えいつの間についとったんってなって、全然違和感なくついてたの。そうっていうじゃあやだやだ、私の足だよ、膝が映ってる私の膝が映ってる、膝と岡田シールがついてるだけの写真だよ、ありがとうって目覚めた小話です。そう、いつついたんかから、需要あるやだ恥ずかしいですよ。そうめっちゃ小話、これはすごい小話ですね。くちゃんのあざといラテシリーズに対抗してよね待って、あれさ、あかりんさんのさ、あかりんさんの今日のラテシリーズにノアピーが突入しててめっちゃ面白いめっちゃ面白い、あれあのやりとりも面白くって、なんかもうかわい、ノアピーの可愛さが全面に出てる。そう面白いよ今日のラテは何ですか、ワクワクでリップしてるのが面白くて可愛くって、そう
ノピも載せてた、参戦してたノピか、ラテシリーズに。いける？滑らない話いける？本当に面白い？本当？お、キングインショップ特典のアズミとマイケルのツーショット大量にゲットしたよ。ありがとう、嬉しい、ありがとう。ね、そうだよ、激ピュアね、可愛いよね可愛くって、あれは面白かった、すごい。今日の私服袋のシールシリーズ爆誕、やばいないよそんなシリーズシリーズにならん、毎回別いろんなところについてんの。今日は膝に、膝とシール、今日はおでことシールみたいな、今日は鎖骨とシールいろんなところに私服シール、私服の岡田シールがついてるっていうシリーズやばすぎる。いや、それは衣装さんの、衣装さんがピッて貼ってくれてる、ほんと簡易的なシールです。あ、アルバムの生写真あずみんちゃんやったって、嬉しい。よかった、あずみんが行ったんだね、やっくんのもとへ。大切にしてあげてくださいね。しかもこの話わかんないと、そのツイート多分見ても誰もわかんないなんだこのツイートってなる、多分この小話がないと。引き引いてほしい。どういう確率でさ入ってるんだろうね。いや、なかなかさ、求めてるさ、生写真求めてたら我が家にやってこないよね、そういう生写真系って。地引きできない。こんばんは、よし、じゃあそろそろちょっとお休みメールもまだ送ってないので、いでてててて配信を終わろうと思います。その前にじゃん、今日買ったグミの紹介果汁グミ弾力プラス、めっちゃ弾力あったこれ、普通の果汁グミの何倍も。でもね、ボリュなんかさ、縦幅が違うんですよ果汁グミ。そう、今日はこれもぐもぐしながら頑張りました。グミ大好き。え、タフグミのパイナップル、え、食べてない、食べてない、おいしそう、買ってみて。パイン美味しいよね。てかグミが美味しい。これ。そう、普通の果汁グミよりも硬いんですこれ。あ、このパイン食べたの？え、めっちゃ硬いよねこれ。そう。想像以上に硬い。あの、噛み応えある。じゃあ何順見ます。13位、ゆういちくんありがとう。12位、奈良西さんありがとう。11位、カイトさんありがとう。10位、くまねパパさんありがとう。9位、みやこーちゃんありがとう。8位、やちりんさんありがとう。7位、ゴレヒロさんありがとう。6位、りんくんありがとう。5位、ケーセティンさんありがとう。
4位かけ37さんありがとう、3位もりもりさんありがとう、2位カイトさんありがとう、そして1位はドゥルルルルルルルバンケイヨンさんありがとう、ありがとうございました、ありがとう、ありがとうね。 TikTok もぜひいいねと拡散フォローもよろしくお願いします。今日載せたので見てください。桜坂さんの承認欲求を踊ってます。 TikTok も見てね、拡散といいねお願いします、コメントもお願いします。じゃあねえねえあずみんで終わりますせーのって言ったらねえねえあずみんって言ってください。いきます、せーの、なーにー、ありがとうございました、バイバーイ。